言えば言うほどコニックスがお送りします。はい。そしてまあ我々主権を持つ者が、下僕として働く、公僕として働く、安倍さんのことについて感想が届いております、はい、まあ、いろいろと、はい、ピンピンダラリンさんからいただいております。長年の日米関係から議会演説は過去にあったかと思ってましたが、うん、なんと初なんですってね、うん、新聞に要人によるこのアメリカ上下両院合同会議演説の国別回数が出ておりました、はい、うん、どこの国が今まで空いたところで演説したか。イスラエル8回、はい、うん、英国8回、フランス8回、あ、みんな8回、はい、うん、ここが今一番の多いランクがこういうことですね、はい、で続いてメキシコ7回、これはイスラエル、英国、フランスなどはこれ、まあ戦勝国、さっきこの間のあれからすると、うん、ですから、まあ、多いのも当然だなと思いますね。はい、メキシコはね、近い。すっと隣からすっと行く。そういう理由。近い。そういう理由、はい、交通費もそうかから、ね、まあ、ちょこちょこ行って、ちょこちょこ喋っていこうみたいな。はい、そうでもない、そうでもないと思いますけど。はい。はい、7回。うん、韓国、6回と。あ、韓国が多い。はい、うん。ということで。で、中国は、0回ということになってる、はい、うん、これはアメリカの影響力を測る指標とされ、日本は重要な同盟国でありながら存在感が薄かったなというのが、うん、こういったとこからも分かるわけですよね、はい、経済力からすると今まあ世界のねベスト3かベスト4か知りませんけども、うん、そのくらいのところにはいるわけですけれども、はい、イスラエル、ね、英国、フランス、メキシコ、韓国と、まあ、こういう中国もゼロと、うん、まあ、あそこはもういわゆる社会主義国ということですから、はい、一番アメリカが嫌っていた国の体制ですからね、まあ、中国のゼロってそういう意図的なところの回数は分かりますけどね、はい、理由としては、はいはい、ね、乗り鉄名古屋さんからいただいておりますが、まあ日本の首相としては初めてのと今さっきの話ですがね、いわばセレモニーですから何か目新しいものがあるはずもありませんよね。アメリカの政治家にとって悲願のイスラムの、あ、ごめんなさい、イスラムの撲滅か、アメリカがやろうとしているのは対テロではないですからねと思った以上に協力負担をしてくれる日本の首相はありがたく思っているでしょうね。イスラム国のことですか、それね、浪人とウニという方からいただいてるんですね。ウニ好きなおじいちゃん、ね、そう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 、はいはい、朝から晩までウニばっかり食べてるという そういう小説、そういう小説です面白いか同じや俺が作家やったらどんな話にしようかなと思いますけどね、はい、今日は老人もウニを食べていた、そっから始まるんやけどさあ一行かけてる二行目どうしようや、はい、ね、それじゃなくて、はい、それじゃない、はい、老人とウニさん、はい、まあ、あのねえ、これやっぱお土産がお土産やったからね、うん、あのくらいの待遇なんでしょうかね、うん、という安倍さんが持っていった、うん、はい、お土産はアメリカにとって今回大きかったなと。お土産が大きいということは日本がこれまで経験しないことをこれからしなくてはいけないぞという覚悟は僕らはせないかんですね、はい、はい、自衛隊の派遣の仕方とかそういったようなことなんかはと思って、あ、アメリカで喋ってるから、あ、これからそうなっていくんだというような、うん、そんな風にも思いました。マイチンカールさん、あれだけアメリカによいしょよいしょの歓迎を受ければ、聞けばで話題の右左関係なく誰もが舞い上がってうんと答えちゃうような雰囲気ですね。アメリカ人の先の大戦で身内を捕虜に取られた方や、記者さんからは慰安婦問題の解明を求められていました。戦後70年、僕は強制収容を受けたり、ヨーロッパ戦線最前線に向かった442部隊、通称パイナップル部隊と言われているなど当時の日系人に対しても触れてくれないかなと、日系農場で働いていた自分は願うのですが、という、まあ、いろんなその日本の過去の不幸がある、日本に関係する、はい、で従軍慰安婦の問題もそうですし、はい、その他戦争によって他の国のというようなこともそうでしょうけれども、はい、この人なんかは日系農場で働いた自分はということは、おそらくこの方は働きながら、うん、戦争中我々日本人は日系人は苦労したんやというようなことをおそらく聞いたんでしょうね、うん、はい、そうすると例えば従軍慰安婦で苦労した方もおそらくいるでしょう、いろんな方がいて、その中の一つの日系人に対するなんか言葉が一つ欲しかったなというのは、まあ、お気持ちですね、うん、気持ちではないでしょうかね、うん、まあその他いろいろと、お便りもいただいておりますけれどもね、
この方はね、まこちゃんからいただいております。安倍首相の英語の発音ではですね、アメリカの議員たちは何を言ってるか理解できなかったんではないでしょうかねという生島さんが今日言ってたということらしいですが、はい、キンタマイケルムーアさんも、まあ、中学校1年生の英語の特徴としてはこの、中学校1年生の英語で特徴としては It was とかね In days とかなんか日本語英語とも片言のというような、まあ、そんな感じがありました。でも内容を聞きますと、はい、海外留学もしていたというんですよね、安倍さんは。さん、今日の僕も新聞でずっと一言一句読みましたですけども、海外留学もしてましたし、うん、しかも神戸製鋼で海外勤務の経験もあるという割には下手やな。まあ、原稿を読んでた、まあ、大事な、ね、場ですから、変なこと言っていかんってことで、原稿を読んだらちょっとこう片言チックになって、専門用語が違うかもしれないし。それはわかるよ。それ僕らやったらそうですよ。うん、僕らやったらそうですけど、海外留学もしてるんですよ。うん、ね、留学先の、なんとか夫人の作ってくれた料理は美味しかったみたいなことも言ってましたよ。うん、そこまでアメリカ社会の中におった。そして神戸製鋼では海外勤務の経験もしたという割には下手やなというようなね。でも背伸びしてなんかこうほらアメリカ発音にしようとよくあるじゃない、歴史のなんかいろんなのもなんかちょっとこう発音の仕方で意味が違ってしまったとか、はい、スペルが一個違っただけで違ってしまったとか、そういうの回避するためならもう分かりやすくやろうと思ったんじゃないですか。日本人には理解できる。いや、分かりやすくするためにはよりネイティブな発言でした、発音でした方が分かりやすいんです。ほったいもほじるなとか。ほんと、いつの話をそれ。そんな思い出しましたね。思い出した。はい。いろいろありますけどもね。はい。木村平さんも下手くせえな。ナイスのパパさんは堂々としてましたよ、という賛否両論でしたけども。まあ、両論ですけども、3の方は結構少なかったです。A69 助さんも私だったら、10秒も喋れんからよくやったなと思います、というような話もあった、そうだよ。ドキドキするよ。はい。はい、ねえ。という、いろんな。今日私、安倍ちゃん用語だな。安倍ちゃん用語派でございますね。はい。はい、サポートから。